シマワラビーマクリパスグレイブは、有体目ンガルーカに属するワラビーの一種である。全滅種。オーストラリアのジョングルドの哺乳類における、ヘンリー・リヒターによる、上半身のズシマワラビーは、スリムで優雅な生き物で、淡い灰色がかった茶色の毛皮に、黄色がかった黄色の腹がありました。尾は、淡い灰色で、先端近くでほぼ白かった。鼻から、目まである黒色。前腕。 足、耳の先も黒。動物の様々な色は季節によって変化し、または個人によって異なると考えられている様々な構造の毛皮で構成された。体の測定値はオスとメスで異なる。一般にオスのシマワラビーは頭と体の長さが最大8 1トルでしたが、メスは最大8 4トルでした。メスの方が 背が高いにもかかわらず、オスの尾の長さは約7 3トルで、女性の尾の長さは7 1トルだったという。この種は発見された当時すでに減少しており、本種はサウスウェールズ州南東部のミレー川付近にしか生息していなかった。体長76から8 4トル、尾長六66から7 3トル、体は細くて、 エレガントワラビーと並んで美しい。背面は灰色を帯びた淡いオード色で、コート後頭部は大舎色、腰にかすかな暗色の横縞があり、目からふんたんに黒い線が走る。手足の先は黒く、尾の先は白い。地上性で草原に生息していた。乾燥していて草がよく茂った場所を好んで、そんなところで草を主食として暮らしていた。 休息も食事も同じところでできるので、とても都合が良かったとされる。彼らは単独のこともあったが、大抵は小さな群れで行動していた。シマアラビーは走るのが、とても速く、あるハンターは、これほど速い動物は見たことがない。犬がごく近くに追いつくまでスピードを出さないが、犬が近づいた途端、まず小さく跳ねて、続いて、大きな跳躍で犬をどんどん引き離す。 4頭の犬を使って毎日20頭ほど追い回したが、1頭も取れない日もあったと述べたほどだという。入植者が草原を猛烈な勢いで開拓したことと、狐を放したことが絶滅の要因。さらには、スポーツとして追い回し、毛皮を取引したのだ。1910年当時は、本種は稀な存在ではなかったが、人間や犬の迫害にも合わされていた。 1924年にカンガルー島に移して保存を図ろうとして4頭を捕獲することになったが4頭とも死んでしまい失敗に終わった。1937年の報告を最後に島わらびーは絶滅した。出展。ありがとうございます。